下班的话会跟同事去健身房，或者是一起去跑步，那也会利用假日的时间去参加路跑，那就是借此可以认识很多不同领域的朋友。每个礼拜二我会上太极拳的课程，并且在礼拜四会上瑜伽的课程。上这些课程，我可以舒展我的筋骨，并且让我的工作更加专心，增加我的工作效率。仕事が終わった後は、できるだけ早く帰宅して、家族と過ごす時間を大切にしています。仕事と家庭を両立するためには、自分の仕事の仕方だけではなく、職場の環境や理解といったものがとても大切になってくると思います。そういった意味で、このウィンボンドはとても働きやすい環境があると思います。